Thank you.
侍が生きているのなら、杉寺の僧兵たちもまだ生きているかも。一人ではないぞ。ここにいて安全かな。さあな。誰か助けて。ミレモコを見かけたとも聞いた。でも寺には手を出さない。なぜ。やめて。もしかしたら僕の教えを守ってるのかも。あり得る。だけどいつ気が変わってもおかしくないはずだ。酒井様、ご無事で。それから今度か、猛虎が相手じゃ勝ち目はないよ。鎌倉が策を練ってもう手遅れかもしれない。この対馬を守りに来てくださるかな。そんな夢のようなことを言っても仕方ない。そうだね、所詮夢でしたね。浜はむくろであふれているはず。誰かが片付けないと。